皆さんこんにちは、ハヤトップチャンネルです。今回ご紹介する商品はこちらのモバイルバッテリーなんですが、パッケージはこんな感じになっていて、中にはバッテリー本体と USB Type-C のコード、そして説明書が入っています。バッテリー本体の重さは 137g で、大きさは縦 139.5mm、 横 68mm、 厚さが 11.8mm になっていて、だいたいスマートフォンと同じくらいのサイズ感になっています。このモバイルバッテリーの特徴としては、電池容量が1万ミリアンペアアワーと大容量で、さらにはバッテリー本体に USB Type A と USB Type C、そしてライトニングケーブルが収納されているので、それぞれのケーブルを持ち歩く必要がなく、より身軽にそして快適に使用することができます。iPhone などのスマートフォンはもちろんのこと、ワイヤレスイヤホンやカメラ機材など、様々な機械の充電に対応することができます。充電する際はパワーデリバリーとクイックチャージ 3.0 の充電技術により、対応する端末を急速充電することができます。バッテリー本体を充電するときは、ここのところがライトニングポートと USB Type-C のポートになっていて、 Type-C のポートの場合は最大 22.5W の入出力に対応しているので、わずか 3.5 時間程度で本体をフル充電にすることができます。バッテリー本体の電池残量は、この電源ボタンを押すと残量が表示されるので、安心して使用することができます。端末を充電する際はケーブルを端末とつなげた時点で自動で充電が始まるようになっています。もし充電機能をオフにしたい場合は、充電中に電源ボタンを2回押すとバッテリーの電源をオフにすることができます。バッテリー本体はスチール素材が使われていて、頑丈で滑らかな手触りになっています。PSE 認証になっていて、過充電や過放電にならないように保護機能を搭載しているので、安全に使用することができます。はい、ということでモバイルバッテリーのご紹介でした。今回ご紹介した商品は概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。